ノーレイドって書いてます。ゾンビ VS プレイヤー PVE ハードモード。ゾンビいんの？このゲーム。ちょっと入ってみますしかない。難易度はハード。PVE ですが心は折れます。普通の PVE は物足りない。スリルを味わいたい人向け。コーダーに鍵をかける。嫌がらせはしない。横取りはしない。独占はしない。拠点の強化。死亡時5回までプレゼント。照明類の燃料消費なし。建築物の維持費は3分の1にします。ゲーダーシステム、RP システム、チャットコマのお店が開く。毎日プレゼント。拡張インベントリー。盗まれない乗り物。何このゾンビ VS プレイヤーって。ちょっと入ってみよう。やめるって言いながら。ちょっとだけね。覗きましょう。ちょっとだけね。ちょろっと覗いて。あーって思ってやめましょう。ハードって書いてますから。やめるやめる詐欺ですね。懐かしい。なんかいろいろダウンロードしないといけない。ムーちゃん53、マッサさんこんにちは。あ、こんにちはです。ゾンビ VS プレイヤーってやったことないんで。ちょっと画質。ムーちゃん53、ネコネコさんこんにちは。ちょっと画質落ちたかな。重いのかな、サーバー的にやっぱ。弓矢はありますよ、最初から。ネコネコさん。ジョーちゃんさん、こんにちは。しっころがないんですけど。あれ？うわぁ。何この石。気持ち悪。マップ一緒かな？あれ、マップ違う。ジョーちゃん53、ラストでゾンビ？ラストでゾンビって、ちょっと知らないんですけど、初めてなんで、ちょっとだけ、やってます。さっきまでやってて、もうやめようかなと思ったんですけど。プライベートサーバーの方見てたら、ゾンビ VS プレイヤーって書いてて、何それと思って、久々にちょっとね、ラスト、一昨日からやってるんですけど、よいしょ。アフターエフェクトさんがラストをしてます。誰だ、アフターエフェクトさんって。まず、ベッド作りですかね。朝集めて。これ、石か。あったあった、石あった。あ、この部屋は石がちゃんとあるわ。よかった。ジョーちゃん53、ゾンビみたいな。ゾンビみたいですよね。ゾンビチーム対とかじゃないですよね、多分。NPC なのかな？なんか昔テスト式、なんかね、テストサーバーみたいなんでね、ゾンビみたいな、みたいな、できたらいいな、みたいな感じでね、討論はされてましたけど、できたんですかね、ついにそういうの。この2年やってないうちに。ずっとセブンデイズに行ってた間に。よし、ある程度石が集まったかな。まずはピッケルとかを作っていかないといけないですけど、まだ足りないか、石。ボスゾンビーズワンダリングザマップって書いて、なんかボスゾンビがいるらしいですよ。ボスゾンビってどんなの？普通のゾンビはまあなんか人間ってイメージはわかりますけど、ボスゾンビ銃で持ってくんのかな。めっちゃ怖いんですけど。なんかあとこの石がなんかすごいんですけど、色がグロテスクなんですけど、これ頭じゃないですか、誰かの。ゾンビかこれ。
これがゾンビなのかな。結構時間かかるんでしょうね、最初こう一生の作るまでがね。はいはい、まずは石斧作って木を切る。で、次、吊れ橋でしょ。で、ベッド作りたいんですけど、まだできないので、これやればよかったな。PVP ももちろん面白いんですけど、でもこれもっと、なんか、ワクワクしますよね。ゾンビっていうね。ゾンビと出てるゲームは大抵やってきてるんで、なんかすんげえ拠点立ってますよ、あそこに。ちょっと画質がね、悪いというか、なんでしょうね。他のサーバーでは起きてない画質の劣化がありますけど、サーバー側の設定なのかもしれないですね。描写距離とかそういうのが。車乗れんのかな。ゾンビ昼しか昼来ないとかなのかな。ゾンビいます。お、石が落ちてるやん。ニワトリの声がする。飯だー飯だー。あれ撃てないっす。なんで外した。よし、今夜の晩ご飯できた。よいしょ。弓は回収できるからいいですね。ちょっと分けますわ、後で。ゾンビ編と普通編で。ゾンビ編だけまた別で、見やすいように、最初から見れるように、分割しますね。そろそろゾンビ出てきてもね、夜しか出ないとか、そういう設定だったら、まあ、それはそれで面白いと思うんですけどね。ですね、あんまりこう人がいるとこ行きたくないので、軍用トンネルみたいなの行きましょうか。ここなんか怖いから。なんか拾える石とね、拾えない石の違いが未だに分かんないですね。見た目一緒じゃんっていう。リンゴ食べちゃいましょう。寝室設計ですね。最初からこう食料を持たせてくれるっていうね。でもいい。でもいいサーバーです。金属はあんまいらないんだよな。あ、これ石だ。やった。石がほんと見つからないからな。多分ほんとあるとこには大量にあるんでしょうね。たまたまない場所ばっか行ってるというか。ジョーちゃん53、どんな感じのゾンビかな。7ダイスみたいな感じかな。多分人間だとは思うんですけど、ボスってさっき書いてあったんですよ。なんかどこら辺でボスがうろうろしますみたいなのが書いてたんで、表示が。
ボスいんのみたいな感じです、こっちからしたら。ボスてーみたいな。もしかしたら中央の方行けば行くほどゾンビというか、そういうのに、人もいるみたいですからね。でも PV いいのかな？ゾンビ VS プレイヤーなんで、人は襲ってこないって考えていいのかな？スタゲ、ネクストさん、スペシャルハンバーグ。お、スペシャルハンバーグ、新しいですね。ステイネックさん、こんにちはです。どうもです。ラストっていうゲームやってるんですけども、なんか、ゾンビ VS プレイヤーって出てちゃったのでね、お昼ご飯食べる予定が、食べずに頑張っております。コンピュータ発見。飯抜きだもん。つけて。飯よりゲーム。ネコネコさん、ステージさん、こんにちは。飯よりゲームでございます。この石拾えるっていう石が分かったらね、こう、無駄にやるかなくていいんですけど。誰かのうちのかまど使わせてもらおうかな。お、雪景色ですね。雪好きなんでね、雪景色のとこに拠点作りたいですね。ただ寒いのが欠点かな。寒い寒いって言いますからね。シーマンみたいにね。物資とかはね、襲われる心配はないから、こう、ゆっくり取れるんですけど。まあ、いかんせん、こう、やっぱ、PVP やってからこれやるとね、安心感に包まれすぎてる、まあ、感じはありますよね。襲われる心配はあんまないので。ゾンビいます？ジョーちゃん53、素材が湧いてますね。ボスゾンビーズワンダリングのアップ。ボスゾンビがうろうろします。手は出るんですけど。これ人んちですよね。どなたかいますか？自販機がありますよ。結構やってる人いるみたいです。もう12日目なんでね。だいぶ進んでるんで。ボスゾンビに会うのが先なのか、普通のゾンビに会うのが先なのか分かんないですけど、とりあえずちょっとベッド作りますね。もうここら辺でとりあえず作っといておきたい。だいぶ進んできたんで、ゾンビに見つかる前に置きたいですね、ベッドをね。あとちょっと20秒ちょっとじっとしていきましょう、ここら辺で。リンゴ食べちゃえ、全部。本当にいいのかな、ゾンビ。あれかな、セブンデイズみたいに7日に1回来るとか、そういう感じ？アイテムを一括で取るボタンみたいなのがあればいいんですけどね、ガシャーンって。自分はこの軍用トンネルってところにね、拠点作ろうかなと思ってるんですよ。なんか、いいじゃないですか、響きが。トンネルの前に作るみたいな。あ、これ？え、ここ？ここ軍用トンネルって。あ、違いますよね。もっと前ですよね。あ、ラジエーションやばい。ここ放射能だ。放射能汚染されてますね、そこ。ダメですね。いけないです。ああ、ここもやばい。わ、やばい、やばい。なんか放射能汚染されてる、ここら辺。何それ。死ぬんじゃない？ダメージめっちゃ食らってますね。知らないよって感じですよ、ほんと。めっちゃ放射能汚染ダメージ食らってます。死んじゃうね、これ。ベッド置いと。あ、このエリアには置けないって書いてる。
こんなもんなんですか。ノーエラー。なんか撃ってる撃ってる。撃ってますよ。なんかベッドが置けるエリア決まってんすかね。置けないっすわ、ベッド。なんで？ベッド禁止ゲーム？もしかして。ノーベッドだっけ？チュートリアルみたいな。拠点の強化あり、独占はしない、横取りはしないでしょ？別にベッド置いちゃダメみたいな書いてないですね。防護服ないときつそうですね。そうですね。ちょっと包帯巻きますわ。あのエリアはベッド置いちゃダメなのか？ベッド置く場所って決まってましたっけ？視聴ブロック置いてからしかベッド置けないのかな？あ、置けた。え、ここはいいの？どういうことですか？わかんないっすよ、ここはいいって書いてますよね。一瞬出ますよね。なんでここはいいんでしょう？はい、とりあえず起きたら大丈夫なんで、安心なんで。防護服とかまだ持ってないですよね、全然ね。てか、ゾンビと戦ってる人っていうか、人間戦ってるのか、ゾンビと戦ってるのか、いまいちわかんないですけど。ジョーちゃん53、発砲音近くにゾンビなのかな？見たいっすよね、とりあえず見たいっすよね。まず見たいっていう。今16人いるみたいなんですよ。撃ってますよね、撃ってますよね、完全に。ゾンビ？応戦行きましょう、応戦。弓矢何本？弓矢14本あるから。殴り込みや。緊張します。ケース作っとく。壁作れるようにね。まだ一人も会ってないからな。まあ会ってない方が幸せなのかもしれないですけど。ジョーちゃん53、音楽が変わった。ちょっと緊張しますね。ああ、ここもラジエーション？ゾンビは放射能エリアにしかいないんですかね。銃声がね、どっちからかわかんないんですよね。このヘッドセット左右反対に聞こえてくるんですよ。あ、こっちだな。あ、撃ってんな、撃ってんな。いましたね。撃ってますね。え、誰撃ってんの？え、誰と撃っちゃってんの？ジョーちゃん53、ベッド引いたら？あ、ベッド引きましたよ。誰と撃っちゃってんの？なんか人間同士撃っちゃってません？プレイヤー VS ゾンビって書いてましたけど、なんかプレイヤー同士撃っちゃってません？スナイパーみたいな感じで。ねえ、プレイヤー VS プレイヤーじゃないですか？こんにちはーっと。あ、ゾンビの死体ある。ある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 。怖っ。腐った人肉食べるとダメージを受ける。ゾンビだ。いますね。確認しましたね、ちゃんと。うわ、ハエたかってるよ。嫌いなんですよ、ハエ。よいしょ。G-Force で撮れるんですよ、スクショね。ムービーも撮れるんですけどね。ちゃんといますね。ジョーちゃん53。失礼しました。失礼しました。ゾンビいるね。会いたくないな、あいつ。でもなんか怖いな。顔がミイラって感じですね、ゾンビのあの。あの人の近くで住もうかな。怖くなったら、助けてって言ってね。助けてドラえもんみたいな感じで、助けてもらおうかな。まず仮拠点まで行きますか？何時今？ 1 時行ったかな？あ、もう1時か。やりすぎてんな。いやでもゾンビ
来るっていうか夜真っ暗で見えないでしょゾンビ。いや、やっぱ銃いりますよ。バン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 撃ってましたもん。あれ人間ゾンビどっち、あれゾンビ動きがね早くないですかあいつら。あれプレイヤーなのかゾンビって、もしかしてどうなんだろう。ゾンビが選べんの、めっちゃ怖いんですけど。なんか追っかけていきます。消えた。今のはプレイヤーなのかゾンビなのかわからないっていう。ジョーちゃん53、ゾンビの色が黒系しかいないのかな。夜には遭遇したくないな。いや、ボスゾンビいるらしいんで、その相手絶対ボスじゃないじゃないですか。雑魚的な感じじゃないですか。だからボスがでかいやつなのか素早いやつなのか、なんか特殊能力持ってるのか気になるところですね。なんかレベルアップ制度ありますよこれ。なんかちょっとずつレベル上がっていくみたいですね、キャラクターの。こう木を切ると経験値をゲットできるみたいですね。 RPG 要素が入ってるみたいです、このモードは。まあゾンビ戦えるように岩場とかで家作った方がいいんじゃないですか。岩の上でね戦えたら別に怖くないですもんね。どこでも建築できるわけではないと思うんで、さっきの軍事拠点とこはねできなかったですね。放射能汚染が強すぎてベッドさえ置けないっていう。こういう上とか建てれないのかな。あ、いけますね。バイオハザード系のゾンビだったら怖いな。これいけますね。これ高さにして岩あるからゾンビ攻撃できないんじゃないですかね。これうまいこと岩使ってねやればいいんじゃないですか。これいいんじゃないですかね。岩をうまいこと使って守るみたいなね。お、いきます。判定厳しいな。あ、でも下入り込まれたらまずいっすよね。下入り込まれたら殴るしかないしな。ちょっとダメかこれ。これダメですね。やめとこ。やめたみたいな。いいと思ったんですけど一瞬ね。一マス拠点はさすがに小さすぎるなと思ってね。もうちょっと大きくないとね、やっぱ。3マスか4マスは欲しいですもんね、拠点としてはね。あと崖とか、こういうとこいいんじゃないですかね。崖だと一方守らなくていいんで、安心できるみたいなね。木が無限にありますよ、ここ。石はないけど。木が無限に生えてるよ。見晴らしがいいんで、まあゾンビ見やすいっちゃ見やすいですね。で、崖なんで、もうちょっとこう、すごい崖んとこないかな。角度がすごいみたいなね。ジョーちゃん53、定番の岩を壁にした拠点かな。やっぱ定番が安心じゃないですか。何何何、来た来た、あれ、ああ来た、おお来た、え、何プレイヤーこれ、ゾンビや、これゾンビかよ、これゾンビか、服着てるやん。ちょっと待って、人間かと思ったよ。いや強くねこいつ、無理じゃねこれ倒すの。ヘッドショット決めたぞお前。いや賢くねこいつ。あ、やられた。え、これ人間ゾンビって違うの。いやカバン落ちてよかったけど、結構遠いところで死んじゃいましたね、ベッドの位置からね。猫猫さん強い、わら。え、NPC かあれ。なんか動きが、強い、動きがなんかあれじゃなかったっすか。
なんかもう人間っぽい動きしてませんでした、今。賢かったっすよね。賢くないっすか？どうやって食べるの？食べるボタンみたいないのかな、走りながら。とりあえず体力満タンにしますね。はあ。ちょっと待ってくださいよ、ベッド分けないんですよこれ。3分間に1回とか決まってるんですよ、時間がね。ゾンビに殺された。いやー、また海岸からかーい。どこよ。あ、遠いねー。ジョーちゃん53、賢いから夜には遭遇したくないな。いや、ちょっと巧みですね、動きが。思ってた以上に。あ、死んでる。ジョーちゃん53、早いです。これ生きてんの？ソータさん、12月26日生まれ。クリスマスの次の日も生まれてるんだな。あー、かわいそうだな。クリスマスプレゼントと一緒に誕生日プレゼント渡されるんだな。プレゼント1個少ないんだよな。っていうね、勝手な感傷。勝手な思い込み。ソータさんと仲間なれないかな。こんにちは。寝てますかって。これオフラインってことかな？パッていけないのかなこれ。まあ PVE なんでね、アイテムボックスは見えないんですけど。とりあえず、また、あれでしょ？集めに行かないといけないでしょ？大変だよな、一からやっていくのこれ。適当でもいいから拠点作っとくべきだったな。なんか急にゾンビに会いましたよね。さっきまで一体も会わなくて。コアナファイターさん、マッサさん、皆さんこんにちは。あ、コアナファイターさんこんにちはです。さっきまでね、一体もいなくて、あ、ゾンビいるのかなみたいな言ったのに、バンバンいるじゃないですか。甘かったわ。ちょっと考えが。余裕で拠点作れるなとか話した。あの、普通にプレイヤーみたいな動きするんで、人間かと思ってね、挨拶しようかなと思ったら、まあ殺されましたよね。PVE だから、普通は攻撃できないはずですからね、プレイヤーは。これゾンビサイドとか選べるのかな？あら、本当に NPC なのかっていうぐらい。あ、右になんか人見ました、今。人影が今見えたんですけど。大丈夫かな？なるほど。さっきね、結構内陸入ってたんですけどね。コアナファイターさん、ネッコさん、こんにちは。ちょっとカバン回収行きたいですね。カバンってか死体回収？このゲームでは。ジョーちゃん53、コアナファイターさん、こんにちは。あー、夜や。やばい。夜になる。夜になる前に行きたい。回収してやめたい。これ、きついぞ。真っ暗な中で襲われたら。コアナファイターさん、ジョーちゃんさん、こんにちは。いやでもいいっすね、ゾンビ。なんか、DVE にちょっとこう、ね、アクセントがあっていいですね。ただ立てるだけじゃなくて。ジョーちゃん53、もうすぐ夜にはなりますね。怖いっすね。ゾンビ映画出てきたらね、怖いっすよ、これは。夕方からのゾンビ襲撃が怖い。ほんとね、日本の街並みを舞台にしたゾンビゲーム作ったら絶対売れると思うんですよね。外国人結構日本の街並み好きですからね。なんでこんな狭いのってびっくりしますからね。カナダでも聞かれましたもん。なんで道はあんな狭いんですかみたいな。知らないよって感じですけど。いや、昔戦争でね、整備されてね、みたいな話をね。そうか、そうか、みたいなね。なんで京都だけ5番目なんですかみたいな。なんで5番目って知ってんのみたいな。変な単語してるんですよね。なんか洒落た家建ってますよ、あそこに。崖の上に。やっぱ、ああいうとこがいいですよね。守られてるというか。崖に守られてる場所建てたら強いと思います。ゾンビが入ってこれないんでね。もう一箇所ベッド置けばね、何回でも開けるんですけどね。一箇所だとやられちゃうと、6分間開けないのかな、同じ場所からね。
若松蓮さん、昼ご飯食べて今戻りました。何食べられたんですか？おかえりなさい。いや、自分もちょっとご飯食べる時間を削ってこうゲームをやってしまう危ないところがあるんですけど、もうちょっとかなと思ったら全然ですね、なんか光ってません？あそこピカピカ光ってませんか？何光ってんのあれ？え、ゾンビヘッドライトつけてんの？ちょっと待って、ゾンビヘッドライトつけてやる。ジョーちゃん53、他人の拠点の屋根に逃げたら、うわ、うわ、来た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 、後ろ後ろ振り返ったら負ける。やばい、若松蓮さん、やばい、食べました。タンメンですか？やばい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 、これ絶対負けねえじゃんこれ。うわ、ジャンプ引っかかれ、どっかに。めっちゃ来てる後ろ、やばい、どうしようこれ。これ終わりじゃないこれ、一回見つかったらもう終わりじゃないこれ。ネットさん、質問コーナー、主が最初に入力された質問に答えます。答えられない場合はモノマネします。何でも答えますよ、質問コーナー。やばい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 、よいしょよいしょ。あー怖え、コアなファイターさん、わら、めっちゃ怖いっす。無限に走れるだけマシですねこのゲーム。死体回収してね、なんとか家建てたいんですけど無理かな今日は。なんとか逃げたいっす。巻いたんじゃないこれ。死体の場所遠いね。ニグトボットさん、初見さんいらっしゃい。チャンネル登録してくれると嬉しいです。変な方向逃げたからか。65% の方が未登録の方なので。若松蓮さん、コアナファイターさん、こんにちは。ここら辺ですね、さっき死んだの。警戒していきましょう。死体がここら辺に転がってるはずなんですが、あれないっすよ。若松蓮さん、森岡冷麺食べました。あれ敵がいます。ヘッドライトつけてるんでゾンビ、何かヘッドライトつけてるんですよゾンビがね。分かりやすく親切なのか分かんないですけど、回収できないぞこんなことされたら。無理じゃね。バリボリ、うわ来た、あ来た、うわあ来た、あ来た、あ来た無理、ずっとこれ追っかけてくるやん。無理っす無理っす。音楽変わった音楽変わった。自分の死体が探せないっすわこんな忙しいから。出血してます、バンデージ。死ぬやんこれ、見えないし。もうなんかヘッドライトが2つ来てますね。ゾンビがこっち向かってますね。真っ暗すぎて分かんないんですよね自分も分かんないです。今とりあえず回復してます、包帯使ってます。これきつくないっすか。木桜屋本舗軍事トンネル店なんちゅう店があるんですかここに。商店がありましたね近くにね。いやもうこの人の近くでやるか。猫猫さん、あ道路標識売っている人いますよ防護スーツ、かぼちゃ、とうもろこし。いっぱい、あ、やっぱ道路沿いでみんな店出してんだな。道路沿いか、やっぱ住むには。若松蓮さん、あちゃー。いやー、あちゃーですね、ほんとね。いや、ここの商店が一番でかかったと思うんで。猫猫さん、難しい。難しいですね。ベッドから湧いても、そこ殺されますもん。
あれ武器増えてる。なんで？あ、あれか、5回死んだらボーナスみたいなやつ？あれ？なんかすげえ鎧があるんですけど。ボーンヘッドとかもらってるんですけど。誰かくれたのかな？コンパウンドオームみたいなもらってますよ。なんで夜が開いたらこうなるのかな。なんかピッケルとかいただいてますね。ちょっとキザクラヤ本舗逃げ込みましょうか。ジョーちゃん53、バック諦めて新しく資材集めした方が。そうですね、なんかいっぱいもらえたんですけど、弓矢とね、なんか矢と包帯25個ももらいましたよ。これ採掘しながらね、松明持てないのが欠点ですよね。もう自分はこの人の近くで住みますわ。自販機あるし多分みんな売り切れちゃったんですかね。あ、ピカッて光った。ピカッて光った。来るぞ。来るぞ、来るぞ。あれ、ゾンビです。ピカピカ光ってんの。って言われてもね、見えないから狙えないんだよな。どうすりゃいいんでしょうね。夜は出歩けないゲームになっちゃったんですね。ゾンビがいるから。PVP だと誰も出歩けないんですけどね。あれ、ピカピカ光ってんのがゾンビです。あの、頭にヘッドライトをつけてくれてます。親切に。なぜか。いや、このモード生き抜くの難しいぞ。目標このモードで7日間生き残るみたいにしましょうかね。どなたかいませんかみたいな。めっちゃ安心感あるわ、この光だけで。ホラーっすね。あ、明るくなってきた。ちょっと。ファイターさん、ヘッドライト、わら。ヘッドライトをね、つけてるんですよ、ゾンビがね。親切ですよ。とりあえずこの人の家の近くに家建てますわ。あの、一個仮拠点建てて、まあ、いいとこ見つかったらまたそこに建てればいいわけですから。とりあえず立てこもる場所みたいなのがいると思います。で、工具箱でしょ？工具箱一個あれば、なんとかなると思うんで。雪のエリアなんですよね。ここ寒すぎるって書いてるんで、ちょっとこれがネックですかね。せっかくさっきいっぱい物資集めたのにな。あ、そっちも光ってんな。結構ね、危険なエリアかもしれないです。あ、そこ誰か住んでますね。明かりが灯してますね。まあ、危なくなったら、誰かのとこ逃げ込んで助けてもらおうみたいな感じですかね。ボスゾンビってどんなんなんだろうな。イオアハッピーアワーエンドって書いてます。なんだこれ。キラッキラ光ってますよね、なんかあの拠点。何あれ。洒落てるね。めっちゃ進んでますね、この人の拠点。なんか誰か寝てますよ。ああ、売り切れか。いや、全部売れてしまったのか。あ、弾変えますよ、スクラップで。一発ですけどね。
イオー250でピッケル、あ、売り切れてんのか。手持ち不足か。あ、これ買えるぞ。イオー200集めたら。この人んち最強じゃないですか。めっちゃでかいじゃないですか。なんかこの人の家の近くに建てたら、なんか商売して生きていけそうな気がする。これか。あ、やっぱ、この、あれ、でもショップ名出てないですよ、この人。違法ショップ出てないですね。ショップ名出てないですね、この人の。闇市場、闇市か、これ。それともあれかな、ジュエルさんみたいな感じ、トレーダーハウスみたいな感じですかね。やめにくいというか、やめられないな、今日のゲームね。とりあえずちょっと家、軽く囲い作って、寝て終わるって感じしましょうかね。寝るとこ作ってね。PVP もやりたいと思いますけどね。今日やられた人の名前見て、そいつ探し出します。はい。倒します。倍返しします。やっぱ人ん家の近くなんで建てれないんですよね。うん。もう結構建てられちゃってるんでね、このエリアね。やっぱみんな固まってますね。商売やりやすいからなのかな。自分も商売したいな。あー、ここ放射のエリアかよ。どこへ行けばいいのかな。家建てれるとこになったらこれが消えるはずなんですけども、制限がね、制限かかり話やな。そうですよね、かっこよかったですよね。これさっき来たとこじゃん。建てれないな、やっぱ視聴ブロックを置かれてしまうと周り 何メートルって感じ建てれなくなるので、さっきゾンビいたとこぐらいしか建てるとこないんじゃないですかね、もう。探っていきますけど、建てれるところ。ほぼほぼもう建てれないのかな。あ、来た。こっから行けるみたいです。こっからはいけると。こっからいいですよっていう許可は出ましたけど、いい場所かって言われたらそうでもないですよね。普通の道だしみたいな。まあとりあえずなんで建てちゃいますか、ここに。いや来た。ああ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、待ってくれた。聞こえてる？こいつ。ちょっと待って、ちょっと待って。そうそうそう、ちょっと待って。どう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 。どうどうどう。待ってね。ちょっと待って、ちょっと待って。ストップ、ストップ。ああ、そう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 。もう一回止まって。ああ、ちょっと待って。ダメ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 。強いっす、強いっす、強すぎ。もう強すぎだから。倒した？倒した？待って待って待って。確認、ちゃんと。よし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 。よし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 。出血してます。危ない。出血してる。止めないと。矢を回収したいだけなんですけど。ハエがもう、死んだ瞬間からハエたかるってどういうこっちゃって感じだよね。あ、もう死ん。猫さん、ナイス。いやー、やっぱ強いっすね。包帯ぐるぐる巻きにしますよ、腕に。もうどんだけ巻くんだぐらい、ぐるぐる巻きにしますからね。とりあえず仲間を呼ぶみたいなないことを願いますね。やっぱそっちゾンビいいんじゃん。建てられるとこってゾンビいるんすね。ジョーちゃん53、ゾンビ硬すぎ。そうですね、ゾンビ。痛みを感じないですからね。ここは立てれますけど。ああ、また来た。いなになに、次は何や、何や、何や、何や。次は狼か？ちょっ
と待てよ。ちょっと待てよ。聞いてねえって。ゾンビじゃないのか。痛い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 。死ぬ死ぬ死ぬ。また？ああ、きつ。狼？いろいろ大変すぎますわ、なんか。また生えたかってるよ。生えやめてほしいんですよね。生えにすごい敏感。やっぱ人の視聴ブロックがありすぎて立てれないですね。さっきここかな？ここだったら立てれるみたいな判定出てましたよね。もう一回巻いとこね。ここだったらいける？ここダメ。いや、かなりなんかね、周り立てられすぎてんのかね、置けないんですよね。なんでって感じですけど、まあ、そこの人が立ててるからかなとは思うんですけど、土地が余ってないのか。大きいの建てれないですね、これじゃあ。こっち側にどれぐらいいけるか確かめましょう、まず。あ、結構いけますね。これ結構いけるな。ここが限界みたいです。だから、高さ上げて立てれるようにして。これも置けない。階層式にしましょうか、なんか拠点をね。ちょっと洒落た感じにして、なんか中で階段作ってね。こうやったら木が足りないんじゃないの？まあ木足りないと思いますけど。視聴ブロックを置いて。で、ここに木を入れて、35でいいんだ、視聴ブロック。結構軽減してくれてますね。35でいいっていうね。これもロッカーにカビかけないといけないのかな。こういうのなんとかでは建築的になります。これでいいのかな。で、鍵作って、これに鍵つけるのかな。か壁もなんもないですけど、まあまあ、PVE なんで狙われることはないで、いいんですけど。一応、やっと、土地を持てましたよ、土地を。昔の日本もこんな感じだったのかな、土地。好きなとこ建ててみたいな。つるはしゲットしました。何これ。テーブルゲットしましたね、設計図。一応、オオカブの肉手に入れたんで、ご飯は大丈夫です。安心してくださいって感じだね。誰のベッドこれ？自分のベッドか、これ。あ、たまたま自分のベッドのとこに作ったんかい。全く計算せずに自分のベッドのとこ書いてきましたね。これはまた奇遇なもんで。あ、撃ってる。撃ってますね。銃声聞こえてくるの怖いっすね。やっぱそういうことか。これ鍵つけてなかったからか。なるほどね。誰でも取れるようになってました。それで取られたのか、前自分の拠点。分かった気がしました。今初めて謎を知りました。
材足りません。ジョーちゃん53、壁つけないとゾンビに襲われそう。そうですね、木材が足りなさすぎてダメみたいですね。木が足りないっすわ。今17人入ってて、207って書いてるんですよ、ベッドの数がね。あれがゾンビの数なのかもしれないですね。207体いますよみたいな、そういう感じなのかもしれないですね。みんな銃持ってるんだよな、バン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 。あれゾンビですよね、立ってんの。めっちゃ弾飛んできますよね、ピュン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 前から当たらないか心配です。まあ、PVP だとあんなもんじゃ済まないですからね。あ、いますね。あれゾンビですわ。あそこに立ってんのゾンビですね。まあ来ようと思えば襲われるというか、襲おうと思えば襲う距離にいるんですけど、無茶はしてこないみたいですね。肉焼いとけばよかったな、先に。バッテン見失った時どうしたらいいんかって感じですよね。視界をまあ遮る木とかを全部切っていったら守りやすいんじゃないかなと思いますね。銃があればですけど。弓はなんか溜めるの結構時間かかるみたいで、撃つまでに。いや、何年も前のゲームでまさか新しいモードができてるとは、びっくりですね。めちゃくちゃ来てるんだな、あそこの拠点。バンバン撃ってるやん。今じゃこうジャンプで入れるわけではないか。玄関ガラ空き。まず扉、扉は別で作らないといけないのか。打って階段をつけて、あれ？さっきまで行けたのになんで行けないの？あれ？さっきまで、あ、いけてますね。判定がわかんねえよ。あ、いいね、いいね、いいね。おー、ちょっと雰囲気出ましたよ、これで。12階みたいなの作るわけですね、これで。素晴らしい。回転するのどうやってやるんだろうこれね。違うんだよな、違うんだよな、そういうわけじゃないんだよな。あ、まあこれでもいいけど、そうやって見ないもんな、階段置いたね。三角の床、とりあえず壁か。こうやって覗けるようにしましょう。ここ吹き抜けにしましょうかね。中サイズの壁入れて、ちょっと天井高めみたいなね。急におしゃれなことをし始めるというね、建築にこだわり始める。ちょっと高い位置にこう天井があるといいですね。もう開放感ですよ。狭いですからね、普通の天井をやるとね。6マスの方があの広々使えていいんじゃないかなと。
螺旋階段をどっかに置けたらいいんですけど。 D ダグラスさん、こんにちは。あ、ダグラスさん、こんにちはです。ラストというゲームやっております。あ、これ邪魔だ。ダメだ、帰ってこないのか、これ、キー。ニグトボットさん、D ダグラスさん、こんにちは。いつもありがとうございます。猫猫さん、ダグラスさん、こんにちは。L 字階段、U 字階段。コアナファイターさん、ダグラスさん、こんにちは。ちょうどなんか置けないんですよね。うまいこと。狭いかな、この拠点。D ダグラスさん、皆さん、こんにちは。上に登る階段作りたいんですけど、どうもできないんですよね。こうなっちゃうんですよね。邪魔ですよね、これだと。方向転、あ、違うんだよ。方向転換したいんだよな。もったいないな。もったいねえ、もったいねえ。若松蓮さん、ダグラスさん、こんにちは。狼の骨。キャンプファイヤーとりあえずして肉食べましょうか。体力回復しないとやられますもんね。Dダグラスさん、そういえばラフトはやらないんですか？ラフトですか？あ、ラストじゃなくて、あの、ラフトの方ですか？あっち、やったことないんですよね。どうなんですか？トウモロコシの種。内開きか外開き。外かな。ここ入っていきますよね、普通に。壁作っとかないとね。あれ、置けないっすね。これまずいんじゃないかな。普通に丸見えですよね。大丈夫か？ここから撃てますよね、バーンって。考えてなかったわ、そのことを。まあ、あいつら撃ってくるのか、銃撃ってくるのかわかんないですけど。鍵かけて。いい完成です。ラフトはあれもなんか第一章までが今作られてるんでしたっけ。 D ダグラスさん、面白いですよ。マルチもできますし。ダグラスさんやってるんですか。できますし、あのね、クロスアウトの、クロスアウトやると思ったんですよ。パソコン版のクロスアウト起動しようと思ったんですけど、ダメでした。なんか GForce Now で出てたんですけど、あの DNN.com さんが独占してるじゃないですか、日本語版は。あの、それのせいでですね、あなたの国では接続できませんっていうふうに出ました。十分楽しめます。やってます、ダグラスさんも。いやー、ラフとか次のセール待つか。そんな焦ってやるゲームでもないですもんね。発売日みたいな、発売しましたみたいなゲームじゃないので、あ、ちょっと待ってもいいかなっていう感じがしますけど。サマーセールまた出てくるでしょう、このスティームの市場的に。なんでクロスアウトは残念ながら GForce Now で起動できなくてですね、無理そうですね。クロスアウト無念です。そうなんですよ、クロスアウトはね、ダグラスさんがいるからやろうかなと思ってたんですけど、 GForce Now であったと思って起動した瞬間に、あなたの国ではできませんって言われましたんで、残念ながらこの日本に住んでる限りはできないみたいですね。日本のソフトバンクは DNN.com さんとちょっと関係が悪いのか分かんないですけど、関係が築けてないので、まあ、できませんということみたいです。まあ、リクエストを出してはおいたんですけどね。まあ、一人か二人のリクエストじゃ多分やってくれないと思うんで、何百人っていう方がリクエストしたらいけると思いますけども、まあ、GForce Now を利用して
マクロサウトやるっていう人も少ないかもしれませんからね。多分 PS4 とか Xbox でやってる人のが多いと思うんで、その感じだとすると。これなんで預けれる荷物と預けられないのとあるんですね。違いは何なんでしょうね。これ何？メールボックス。メールボックス作っといたら、なんか誰か、メールメッセージ残してくれるかな。キャンプファイヤー、料理でもしますか。肉食べましょう。どん肉焼いても食べれないかな。早くこう階段つけようと思ったんですけどね、ちょっと狭すぎてダメみたいです。ロボットさん、初見さんいらっしゃい。チャンネル登録してくれると嬉しいです。視聴者分布 65% の方が未登録の方なので。もうなんとかこう、やりくりしていきたいなとは思ってるんですけどね。超放射能物質。放射線の量をマイナス25できる。いいですね。持っといた方がいいな。かまどを作っていくっていう流れですかね。この流れ的にね。まあちょっとまだできないですけど。さあ、何時ぐらいですか今。1時半ぐらいですか。40分。あ、だいぶやってんな。3時間ぐらいやってんのかな。とりあえずゾンビ版と普通版動画後で分けますので、ちょっとこの放送終わったら限定公開に一回変えて、やりたいと思います。何これ？レーザーセンサー。プレイヤーがビームの中にいる。通過する。電気消費量が1ってことは、まあ、あれですね。バッテリーというか、燃料いるんですね。このツルハシはいいね。これは今日の戦利品。さっき取られましたけど、PVP の方では。あと、車が乗れるってことが分かったんでね。車で島をドライブしたいですね。楽しみです。いろいろ。多分、こういう箱とかも鍵つけないといけないんでしょうね。一個一個わざわざ。水のタンク作れる？作れますね。作っちゃいましょう。家の中に水のタンク作るか。階段作りたいんですけど、やっぱ狭いんで、広げますか。ちょっと狭いかな、やっぱり。うん。あ。石斧作れるかな。まずい。あ、作れない。石が足りねえ。やべえな、これ。出れなくなるぞ。危ねえ。なんとか出れましたけど、危なかったです。キャントアフォード。なんか立てれないって言われるんですよね。ダメだ、みたいな。なんでしょうね。木が足りないわ。あ、木が足りないわ。24か。ってことか。
まあ水貯めとくことができるんで。ああ、面白いね。まあ、PVP みたいにこう、ガーッと襲ってこないっていう安心感はあるんですけど。もちろんね。それがあるっちゃあるんですけど。これ、キー集められないよね。これ終わっ、石のピッケル終わって使えないんで。石どうやって集めればいいんだろう。適当にこうやって拾うしかないのかな。じゃあ木か。まあ、木、これ取るか。これで50か。あと石があれば。石がやっぱないんですよ。あ、肉焼いてんの忘れてた。絶対焦げてるわ。この石取れるでしょ？これはわかるんですよね。肉焦げたな。なんか家建てた瞬間、急に安心感に包まれてますよね。あー、真っ黒焦げ。あらら。ダメージ受ける。あ、そんなことないですよ。全然食べれましたね。ダメージは受けませんでした。まあ、水入ってないんでね。ピッケルが作れるまで石を集めるか、木を集めるかってとこですかね。200いるのか。サーバーにいる人が減ってきましたね、ちょっとずつ。多分夜になると満員とかになってんのかもしれないですね。この時間帯で13人ですからね。で、日本サーバーってなるんで、きっとアジアの人しか接続はしてこないとは思うんですけど。石ころがね、落ちてないんですよ。ああ、これさっき戦ってた人の家ですね。こんにちはーって。あ、今オフラインだ。寝てる。かまどありますね、2個ね。これ今 PVE なんで、人の家のやつ使ったりできないんですよね。残念。面白いゲームが急に増えすぎてね、困りますね。また撃ってるよ、誰か。ご近所さんですね。助けに行きたいですけど、武器ないんでね。地味だな、やっぱ石ないと厳しいな。朝だ。これでベッドもう一個作れるんで作っちゃいます。何箇所かスポーンする場所を作った方がいいよということだったんで。いずれ PVP の方ではバン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 打ち合う時代が来ますので。ここら辺じゃいいんじゃないですかね、ベッド。置けないのか。あ、適当に置けるほど甘くないのか。
ぱ人ん家の近く置けないのか。この森の中に置くのも嫌だしな。これ石じゃない？あー、ダメ。はい。お、水。水ゲットですね。水源から水を汲むが注ぎます。入ってないのかな、これ。もう人の家が近くにありすぎてダメですね。あ、ラジエーション。ここでさ、置けないっていうね。おかしな話ですよね。どんだけ人固まってんだよって話ですよ、この辺。石くれ、石。いやー、ないか。やっぱどの PVP でも PVE でも石がないかな。ないねー。とりあえず帰ろう。どこ通ってもなんか放射能汚染が始まってるみたいで。あ、なんか時間書いてますね。 GeForce Now の時間制限なんか19分で書いてますね。どうやらリセットが入るみたいですね。なんか3時間か4時間に1回勝手に切られるみたいですね。切られるというか、不正がないか切られるみたいですね。じゃあ、とりあえず戻ります。ちょうどいいや。放射能汚染のための薬を持ってるんで、飲みます。水がないので死にます。脱水症状です。走れないです。脱水症状で走れないです。喉乾いてきたな、そんなこと聞いたらね。あ、ここは置ける。はい。これ石取れたらいいのにな。一個くらいくださいよって感じですけど。脱水症状がちょっと治らないですね。うん、水が入ってるわけではない。飲めんのこれ。あ、飲めんのか。飲めんのか。なんだ。飲めましたね。こんな汚いペットボトルに入ってる水飲めんだな。はい、というわけでね、ゾンビモード、まだちょっとゾンビあんまり出会ってないですけど、ボスゾンビがいるみたいなので、まあボスゾンビ倒すぐらいですかね、目標としてはね。ボスゾンビ倒して、はい、終わりっていう感じかわかんないですけど、拠点を広げてね、まあ新しく始めた人とかを勧誘して、仲間を集め戦っていくっていうのもありだと思うんで、とりあえず今回はここまでにしたいと思います。皆様、長時間にわたってご視聴いただきましてありがとうございます。放送後、PVP とゾンビ版分けて動画アップします。後ほどということで、ちょっと時間かかりますね。アップロードして多分結構3時間ぐらいやってるんで、加工するのに、YouTube 側で加工するのに、まあ、半日ぐらいかかって、お疲れ様でした。そこからまた分割して、で半日かかってってことなんで、まあ明日には見やすくなってるんで、まあ見た方はね、まあそんなにいいんですけど、まあ見られてない方がいたら、
見てもらえるようにね、ゾンビ版を開けていきたいと思います。若松蓮さん、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。なんか作っちゃった今。何これ、左右バラバラじゃんこれ。ダッサ。ダサいですね、なんかね。はい、ありがとうございます。民族衣装か、これか、変えるか。こっちだね。チーム作成とか、ありますもん、ほら。チーム抜ける。はい、狩猟、ゾンビ、バーサスプレイヤー、ハードモード。はい、というわけで、お疲れ様でした。ゾンビ VS なんちゃら、お気に入り入れてないですね。はい、お気に入り登録完了と。ではでは。猫猫さん。お疲れ様でした。